緑、今日は緑か、カメラマン。はい、久しぶりに撮る、撮るか。頑張ります。頑張れる、はい、お、いい元気だな。久々に来ましたよ、視聴者の皆さん。はい、今日はどこって、あの、珍獣ちゃんだわ。ちょうどお、俺ら、見とる、珍獣珍獣山口。お疲れ様です。すごいね、視聴者の皆さん、ちょっと見て看板も、ちょっと看板シートがやばくない目が違うけどな挨拶行こうぜ。ちょっと下の方から。あ、こんにちは。こんにちは。メガ道場の小林。こんにちは。社長の小林です。あの看板シートに貼ってある。この学校で。若いの。いや、ちょっとちょっといじっちゃったんで。ちょっとあの YouTube やってるんで、YouTube 動画撮らしてもらっていいですか。一緒に喋ってるとこ撮っていいですか。ここも撮っていいですか。いいですよ。奥様。なんでうちで決めたんですか。新聞でね。あ、新聞出てますよね。はいはいはい。で、相見積もりは何社ぐらい取ったんですか。いや、3、4件。うちは値段はどうでした。まあまあだったまあまあ高い、安い。何番目ですか、まあ、3社取ったうちの何社とか高かったですか。いやいやいや、安かった、うん、一番安くはないけど、安くないけどね。そうだけど、あの、何、良心的みたいな、いろいろの詳しい話、はい、ああいうのが分かりやすく説明してもらう。土台に傷がついとるとこを、はい、もう修繕しますとかってね、はい、それでこれ辺もみんなやり直します。そうですね、はい、全部前見積もってもらったとこはこういうとこはあやりませんみたいな、うん、それで雨どいのもやりますって言われたから。あ、もちろんです。雨どいと、ね、雨戸と、うん、シャッターボックスも出ますよね。それなんかこういう軒天も説明書みたいなの 見たら、はい、なんか細かく書いてあったからね。まあ、そうですか。今までの人はそんな説明はなかったから。築、うん、何年なんですか。11年。あ、でもまあまあぼちぼちですね。やっぱ12年ぐらいから5年ぐらいまでにはっていう。で、早い方がこれ結局水入っちゃうんで、うん、なんかそうやってまあ業者の人がちょくちょく来るんで。あ、飛び込みですよね、うん、あ、もう一番危ないですからね、うん、じゃあきっちりやらせてもらいます。ここも動画使っていいですか。あ、どうぞ。あ、いいですか。まあ顔出してもいいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。誰かわかんない。よし、じゃあ山口締めてくるか。はい、始め。あれ、おらん。いや、あそこにそうですけど、隠れてるから、あいつ。始め。お、やっとるかよ。お疲れ様です。久々の仕入りだな。もう安全でつけた。はい、じゃあ私ばかけてもらうかんぞ。はい、ね、労基署の皆様、ね、僕は労基署の味方、愛知県の味方、労働監督署の味方でございます。一緒にいるわけではありません。一緒に愛知県の安全を取りましょう。皆様、これもしっかりと今後安全帯復旧委員会として頑張っていきたいです。おー、やっとるな。忙しいんか。めっちゃ忙しい。まあ最近ね、このシーズンなんですよ。10、11、12はやっぱもう戦争だよな。やばいですね。今日中、今日中に終わらせて、もう帰ってかなあかんです、僕も、ね、ああ自分のマンションに。 あそこも全部打つ。はい、あ、ね、本当にね、毎回言うことですけどね、これをね、塗装職人ができない。これ、この動きを見といてな。これ何メーターなの。300ぐらいは絶対ある。うわ、厳しいやろ。残業す今日。はい、残業して終わるべきか。毎日残業す、最近。そう、ちょっと辛抱して頑張ってみよう。はい、俺 YouTube 撮ってるだけで申し訳ないけどYouTube とアデランスのメンテナンスで忙しいで結構いかがかな、メンテナンス。大事ですもんね。昨日俺たまたまさ、自動車学校、あの、講習があったんで、一日講習受け取ったんだから。十何年前の知り合い来てさ、同じ講習受け取って、で、いきなり小林くんにしようって声かけて、よう俺のこと分かりますねって髪の毛と目がこんだけ違うのにってよう分かりましたねって言ったら、で、YouTube 見てるよって言ってさ、うん、そういう人もハゲ散らかしとんだわやった方がいいですよっつってまあまあ商売やってるもんさ、それなりにはまあお金持ってるって言われてる。おお、あ、これな、帯とか全部やってな、このスピードでやってるかな。塗装の職人さんで、まあ、やれる人もおるっちゃおるかもしれんけど、だけど毎日やっとるやつだからね。だって実習生でもうちもう何年目だ、みんな4年5年のやつがおるもんな。はい、
でそれでもやっぱ難しいのはできないけど、こう一般的なこの紙テープだったり撤去とかで、こういうのでもやっぱり現場って10年やってないと分からんことも出てくるもんな。あるですね、うん、僕らでも分からんことまだまだありますもんね。あ、本当、はい、何年やってお前。10年以上。10年以上だな。何歳からやったの？18ぐらい。20歳ぐらい。ね、今来てる36。いい年です。あ、いい年。36。はい、6だろ。すごい早さでしょ。はい、いやもうこれ喋ってるうちにも全部当てっちゃうの。もちろん塗装の職人もね、養生するってやつだけど、でもこれ毎日やってる、毎日やってる、毎日やってる。何回言うの。いや、ほんと毎日やってる。まあそうです。じゃあほんとやぜ。じゃあやりなってくるだろ。想像して、毎日これやる。好きじゃないとやれんだろ。おー、やっとるな。あ、これでまあ両サイドから追いかけてきたのか。たまねから紙テープ終わりか。いや、もっと喋ってくれよ、俺、構ってくれよ。はい。いやマジ忙しいんです。忙しすぎて何社だろう、7社ぐらいで集まってみんなで会議して。そう、はい、どうするって一気にみんなで協力して、うん、応援入ったらみんな現場もどんどん終わっていくもんで、うん、違う今受け入れてない現場とかも受け入れるようになっていくんじゃないっすって。実習生借りゃいいから塗装の。貸してくれないっす。貸してくれ。俺だったら借りれる。こっちこっち終わったんですか。こっち終わったの。全部終わった。あ、いいよ、下降りよ。じゃあ、飯だろ。で、これ何、この、うわー、これすごい、これもすごいわねえ、視聴者の皆さんこれだけ撤去しとるじゃない。うわー、これでメーターが分かるんですよね。新品で18メーター。18メーター、1枚1個、これ、はい、こんだけぶわー、使うんだろ。これ、1人分じゃないもんな。はい、でも、たぶん2人分だろ、あいつもあるもん。あいつもあるんで、これ全部貼ったと。これでどうや。めちゃくちゃ忙しいです。僕が入ってるマンションが落ち着いてきたら、うん、どんだけ何メーターの。5、6千。5、6千。いやいや、マジか。久々にシーリング見れたで、まあ、打つとこ見たかったけどな。もうちょっとは見えんか。アデランス帰ってこな。アデランスって帰ってきてからじゃないと。何がアデランスや。まあでも今日アデランスだな、確かに。もう工程パンパンなんで、またぶち切れどんか営業。いや、ぶち切れてないっていうか、なんかもうやっぱ忙しくなるとストレス溜まるじゃないですか。まだ営業ぶち切れどんか。暇の時だとなんか、うん、でお前らこう勝てないんだ、こいつら。ほんと仕事までいいのねえで、また増やせっつって、なるなるで減らせっつって。そんな簡単に営業も大変だねえよ、お前ら。いや、減らせとか増やせとかじゃなくて、考えて入れてほしいんです、うん、その中で終わる。ああ、そういうことな。まあ、その職人やったことないと分かるでしょ。お前らそういうこと知ってるよ、私。LINE でもあるだろ、グループ LINE。もうちょっとこの何月何日の LINE で、2日か3日見た方がいいよ、一人で行くからとか。はい。で、送りはいるんじゃない。はい。でももう埋まってるもんね、もう埋まってるもんね、ずらしようがないですよね。撮影にも非協力的だしな。違うんですよ。これは言いたいんですけど、アイスラが悪いんですよ。アイスラが電話してくるとき、いつも僕外部の現場入ってるんですよ、うん、今日撮影行ってもいいですかとか言って、もっとなんかを見て、俺が今日どこに入ってるかとか見て電話していてほしいです。見とって、もう見んでもいいで電話しようとか言うんだけど、別に LINE とかでいいや。仕事中にね、なんかコミュ力がなさすぎるんだわ。ないないっす。久々に今日見てみたもんね。いいもんな。やりやすいじゃん。なんか誰も声かけるのも分かってるじゃん、はい、あいつはなんかあれ下ろせよ、これやれよ、あれ取るぞとかさ、ちょっと曲がってこいとか全部言わなかった。まあ、そんな感じですよ、視聴者の皆さん。久々に山口陳中登場で、撮影には非協力的だで、ちょっと物言いに来た。そういうことか。違う、クソ忙しいし、あ、ちょっと面白いところに行きたいな。はいはい、協力してくれますか。いいと思う。久々の撮影どうだった。いや、懐かしかったです。懐かしいな。お前だと YouTube 手伝ってくれ。いいや、カメラマンはもう大丈夫。まあ、とか間に合うか。あと21分22分。アデランス、社長アデランスに送ってって、そのまま事務所戻るかな今日は。はい、楽しかった。久々の動画撮影は、はい、よかったですか。視聴者の皆さん、たまにまた緑が動画参加するって言っとるんで、今後また面白い動画作っていきますんで、よろしくお願いします。